はい、お願いします。仲いいっす。仲いいですか、オスカ選手？はい、仲いいっすそうですね、ゲーム、スプラトゥーンっていうゲームを通じて、はい、どういうゲーム、はい、難しいですね。まあちょっと夢を追いかけるゲームした方がいいかもしれないですね。今やってるのはスプラトゥーンっていうやつですね。それは どんな感じのゲームなんですか？インク塗る、ペンキ塗るゲームですね。選手結構やってる人多いますね。はい、今節だと枝尾選手。そうですね、うん、もう2日くらい前も通話しながら、ここ来る2日くらい前も一緒にやってましたね。そうなんですね、はい、そうですね、はい、相変わらず言ったプロですよ、はい、彼はプロです。はい、はい、はい、いやいや、そんなプロとアマーみたいなもんですよ、はい、そうなんですね。ボートレーサーっていうよりプロゲーマーなんで田中宏樹っていう福岡の若い後輩が作ってくれたんですよ。何人ぐらいですかね、今とりあえずその知ってる限りな LINE のグループがあるんですけど、はい、まあ30後半がおるね今ね、はい、全く今のところないですね、はい、気使うんで気使うん何言って俺気づかんマジで、ええ、ちょそれ若干ショックやけどね面白いですよ、めちゃめちゃしゃべくりだけなら本当に、はい、しゃべくりってしゃべりなら、はい、ねトップ12にいけるんじゃないですか、はい、昨日トップ2って言ってんの？いや冒頭回のトップ12的な12に入る、はい、いやまあ年上なんですけど、大須賀優君は、はい、なんかすごい喋りやすいですよ、やっぱ、はい、絡みやすいし、なんか人当たりがいいんですよね、やっぱ人がいいじゃないですけど、ちなみに大須賀選手はこう面白いランキングない、面白いランキング多分182ぐらいですレースもスプラトゥーンも頑張ります、お願いします。ありがとうございます。スプラトゥーンのフレンド募集してます、よろしくお願いします。女の子は特にってとかな大丈夫、男女問わず。ありがとうございます。スプラトゥーンやり出してからもスプラトゥーンメインですよ。あ、はい、じゃあそこはやっぱ別枠なんですか？ちょっとスプラトゥーンはちょっと違う。そうですね、人生かけてる。人生かけてるすごい本気度が違う